くそー。自由の身か。えらく時間かけやがって。悪い。でもこれで全部終わりだ。ってめでたしめでたしな雰囲気になってるけど、私たちってどうやって帰るのよ。あ、そういえば。安心しろ。このことに気づいた陸道の力で戻してもらえる。4人とも無事なようだな。陸道のおじいちゃん、これってば。っていうか、なんでここにいるんだ。あの精神空間で2人のチャクラを少し借りていたのだ。その力を使い、しばし現世に戻らせてもらった。お前たちをここに戻す必要があったからな、ナルト、サスケ、そしてさくらとかかし。よくぞ世界を救ってくれた。ここにいる誰一人欠けても母を封じることはできなかっただろう。特にナルトにサスケ、お前たちが揃わなければ母を封じるどころか戦うことすらかなわなかった。これからも。おじいちゃん、それ以上は何も言わなくてもいいってばよ。そうか、よし。ではこれからのことはお前たちに任せることとし、わしたちはそろそろ去るとしよう。これより江戸天聖を下実する。共に戦ったものであっても、いつまでもここに残すわけにはいかん。光が先ほど仙人様に言った言葉、信じておるぞ。この葉隠れを、忍界を頼む。わしらがやるべきことはもう何もない。猿の言うように、あとは後の者どもに託すとしよう。まだら行くのか。ああ、お前も共にな。結局俺の夢はついえた。お前の夢はつながっている。急ぎすぎたな、まだら。俺たちの代で夢を完成させる必要はなかったのだ。いかに後ろをついてきて託せるものを育てるか、それが大切だった。いずれにせよ俺たちはもう死ぬ。次はあっちで杯を交わすとしようぞ、戦友としてな。ナルト、父ちゃん。消える前にお前に言っとかなきゃって思ったんだ。誕生日おめでとう。あサンキュー。ほんの少しの間だったけど、お前が立派に成長してくれていることよくわかった。クシナにいろいろ伝えておくよ。俺ってばちゃんと飯食ってっから大丈夫だって言ってくれ。好き嫌いしねえでいろいろ食べてんだ。風呂もほぼ毎日入ってるし、たまに木の葉の温泉に行くし、みんなにはカラスの行水とかなんとか言われてっけど、それに友達はいっぱいできたんだ。みんないいやつなんだ。それからとにかく母ちゃんの言ったこと全部うまくいってねえけど、そこそこ頑張ってんだ。夢だってちゃんとある。俺ってば父ちゃんを越すほかげになる。絶対なるからな。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかすんなって。しっかりやってんだって。わかった。全部しっかり伝えておくよ。かくして多くの命と甚大な破壊をもたらした第4次忍界大戦は終結した。光となり去った者、残されし者、おのおのの思いが新たなるつながりを生み、忍びの歴史は再び動き出そうとしていた。繰り返される退治、繰り返される拒絶、繰り返される友の声、自称神聖の将。お前は一体何なんだ。友達だ。